ストレッチーズミュータントファイターズ最新作登場を追う。ではこちらおなじみコンプリートボックス、よいしょ、ドーン。はい、16種類全部入ったコンプリートボックスこちらになります。今回もめっちゃ重いです。うー、よいしょ、はい、ドーン。わかりますか？はい、じゃあドーン。すごーい、めっちゃ入ってる。おい、すごい、いっぱい、めちゃめちゃたくさん、ぎゅうぎゅうに詰まってる。16種類ですね、入ってます。すごい、一個一個も重いんですよ。これが全部16個入ってるんで、ずっしり感がすごいです。よし、じゃあこれ決めました。開けます。何が出るかな。ストレッチーズミュータントファイターズ。おお、これはなんだ、こいつは、お、シャークだ。めっちゃかっこいい。すごい、ん、待てよ、なんか鎧をまとってるぞ。腕、このアームプロテクター、そしてこの膝プロテクターと、すごい、ストレッチーズミュータントファイターズ、今回全員が鎧をまとってパワーアップしたアーマーボディを手に入れたシリーズになっています。前回のストレッチーズミュータントの時はなんかデンジャーシャープだったと思うんだけど、今回はなんと、お、グレードアップしてる。ハザードシャークっていう名前になってる。プロテクターを、アーマーをまとった姿なんだ。こいつのライバルはなんとハリケーンパカ。おお、なんだお前は、なんだそのハゲ野郎、この野郎、出てけー、オラ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 。まあ、ハリケーンパカの方はなんと暗闇で光るレアな種類らしいです。別にハゲだから光るわけじゃないですよ。暗闇で光る蓄光ギミック付きです。すごい、ぜひちょっと光らせて楽しんでみてください。おー、なんだお前ばっかり、ガブー。はい、次いきます。チーズミュータントファイターズ、バリッ、ちょっといけなかった、じゃん。おー、顔潰れてるパンケーキみたいになってる。なんだこいつは、お、新キャラだ、今までにいなかったキャラ、なんだこいつは。こいつはブルーデストロイヤーだ。おお、こいつのライバルはなんとテラナイル。おお、ニュッ、出てきた。なんだお前、横から出てきやがって、この野郎、帰れ帰れ、ブルータックル、バーン。テラナイルの戦力ポイントはこの硬い鱗。これで一突きされたらひとたまりもないぞ。おお、鱗なんか俺の頭突きにかなうもんか。いくぞ、バコーン。今回めっちゃ全種類、残りの種類ですね、全部16種類の子たち残ります。はい、じゃあ1個ずつ。チャンピオンライオン、こいつのライバルがパワフルコング。うわー、うわー、こいつなんだ、お、侍みたいな鎧を着た。こいつはバリアントウルフ。こいつのライバルはなんとスネークキング。スネークキングは暗闇で光るレアのギミック付き。バリアントウルフは敵を嗅ぎ分ける嗅覚と素早い身のこなし。スネークとスピード勝負だ。うわー、こいつパッケージのロゴにも登場している。こいつはギガティックバファロー。なんとこいつも暗闇で光る蓄光機能付きのレアの種類だ。ライバルはジャイアントホーンサイ。おお、角と角の対決、かっこいい。またアーマーもめちゃめちゃかっこいいですね。すごい、肩のアーマーが分厚い者同士の戦いです。こいつ見たことない、なんか模様がついてる体に。チーターマッハ、こいつのライバルはサイレントパンサー。猫対決、カバクラッシャー。こいつのライバルはなんとピカー、なんと
金のボディのブレイブタイガー、こいつはゴールドボディのレアだ。カバとタイガーの因縁の戦いです。メガブリザードベア、そしてこいつのライバルはなんとシークレットオク。すごい、こいつの姿を見つけられるかな。シークレットキャラのオクです。この二人もぜひ戦わせてみよう。ちょっと一緒に呼び、ゴー、ビッグスマイル、ゴー。すごい、画面に収まらないぐらいの今のポーズ。ゴー、トムソンの状態。ストレッチーズミュータントファイターズ、4月25日から全国のスーパーお菓子売り場、本屋さん、コンビニ、おもちゃ屋さんなどで順次発売。このパッケージが目印だ。今回も集めて当たるキャンペーンがあるよ。パッケージの裏にある応募券を6枚集めて応募すると、毎月100人にギガティックバッファローのキャップが当たる。イエーイ。